テウディスは、西郷東王。東郷東王、テオドリック配下の将軍であったが、バルト家の末裔であるアマラリック王の没後権力を握った。テオドリック王によって、軍の指揮官として、西郷との宮廷を送られ、彼はいくつかの領地で領主となった。彼は、金持ちのヒスパノローマ人と結婚し、友好的な関係を築いた。アマラリックの死によって、 西ゴート貴族に壊れて大いについた。アマラリックは西ゴートの首都ナルボンヌからバルセロナに移したが、テウディスはさらにトレドへ移した。541年にクロタール一世とキルデベルト一世が、率いるフランク軍がパンプローナからサラゴサへ侵攻し、49日間包囲される事態に直面した。フランク軍を破った後、彼らの袋を将軍テウディギセルに追わせて、 フランク軍に大量の犠牲者を出させた。対照的に542年のセウタ防衛においては、海と陸から攻撃してくる東ローマ帝国に対して敗退した。546年、トレドにおいて、訴訟において、原告被告両方が負担する費用を定めた訴訟法を布告した。これはテオドシウス2世のテオドシウス法典に盛り込まれていたもので、 アラリック2世の政務日課書にも収められていた。548年、狂人のふりをした、ゴート人によって、テウディスは、バルセロナの宮殿で暗殺された。セビリアの宮殿で暗殺されたという説もある。また、警護兵に殺されたというものや、貴族の陰謀に関与した者が、狂人のふりをして、暗殺を行ったというものもある。ありがとうございます。